静岡県修善寺で粉引きの仕事を中心に作陶を続ける花岡豊さんがこの世界に入るきっかけとなったのは陶芸家番浦史郎さんとの出会いでした。たまたま訪れた番浦さんの仕事場で見た湯飲みに衝撃を受けるのです。花岡さん曰く、それまで自分が作っていた概念的なものではなく、すごく単純で実にわかりやすいものだったそうです。その後にそういったものの奥深さも知ることになるとも述懐します。花岡さんはその番浦さんのもとで5年間修行をしました。ただただひたすらに働いたそうで、ご本人はこの時期を職人としての鍛錬と位置づけ、現在のベースの一つともなる崩す仕事はきちっとしたものが作ることができてからという約束事もそこで身につけられます。さて、粉引きの器は現在では多くの作り手の方々が手掛け、食卓でも一般的になりましたが、花岡さんが独立した頃は少数派でした。粉引きの器がこれだけ日本の食卓に広まったのには花岡さんの存在も大きかったと思います。そして花岡さんの器は作りそのものはシンプルでありながら、一目見て花岡さんの仕事とすぐわかるものです。その技術をベースにシンプルにスタイリッシュに料理を引き立てるその制作や、職人と表現者の顔を合わせ持つ立ち位置は現在活躍する多くの作家さんにも影響を与えてきました。実際他の作家さんと話していると花岡さんの話題はよく出ます。花岡さんは陶芸に従事しますが、食以外にも音楽、ファッション、旅行、スポーツと幅広く興味を持ち、自らの感性を常にフレッシュに健康に保っています。そのせいか未だにファンの方々は増えています。時代に流されずシンプルなスタイルを堅持しながらの幅広い年齢層からの支持ですから、そう簡単なことではありません。ご本人は自重気味に、僕はこれしかできないからさと語りますが、それは逆に自らが築き上げたスタイルへの自信の表れとも取れます。花岡さんがこれからどのようにご自身の仕事を深めていかれるのか楽しみです。